お待たせしました。よいしょ。痛い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 。もうこっちもこっちこっち。はい、どうぞ。どうも、ご卑剣と島ばあちゃんでちゅー。島暑いだろう。今日こっちエアコンかけてないからな。今日は涼しいですよ。寝室だけはかけてるけどね、ちまちゃん。今日木曜日です。ぎっくり腰5日目。何にも良くなりません。いや、良くはなってると思う、良くはなってると思うんですが、仕事ができません。なのにお酒をかっくらってる私です。そうです、私がダメ人間です。もうなっちまう。ということで今日は、そうね、数日前から言ってるんですけど、動いてないもんでお腹がそんな空かないんですよ。なあちま。だから今日はいつものべき県サラダと、なんつったらいいんですか、あの時々僕が作って食べてるあのべき県ポテトですね。あのミートソース辛くして、あのフライドポテトの上に乗っけて、でチーズをかけてっていう感じですね。マクドナルドでこんなのなんかちょっと前にやってましたね。はあ、もうだけどね、20年も前からね、これ出してますからね、僕出してるってね、昔のお店でね。いただきます。あ、待て待て、先に野菜からにしようね。やっぱいろいろ気にする年が。ほんで今日はちょっとべき県サラダにもねチーズを入れてみました。うまい。何もしてなくてこうやってお酒を飲んだり飯を食ってるとすごい罪悪感があるんですよね。ちま、治ったら馬車馬のように働きますよ。あ、じゃあすいません、いただきます。ちまちゃん、何もしてなくてもお酒は美味しいじゃないですか。ダメですね、あのよく言うじゃないですか、あの金持ちになったら仕事なんか全部やめてようとか言うじゃないですか。あれがね、できる人とできない人がいると思うんですね、僕。いや、僕もね、やっぱ言うんですけどね、金があったら仕事なんかしないよなんてカッコつけて言うけどね、多分金あってもね、やるんだろうな、せこ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 。働いてないとね、なんつって言ったらいいんですか、罪悪感が出るんですよ。うまい。まあだから小心者はダメだってことですね。カレー、物件クッキンドゥでやれやっけな。簡単なんですよ。その辺に売ってるあの冷凍のポテトとあの缶詰のミートソースで、その缶詰のミートソースをね温めるんですよ。でポテトが上がったら上にかけて、この僕はこのデスソース、デスソースじゃないけどこれ使って、でかけて、でチーズ、で熱々の時だったらね、こうやってポコって蓋しとくとね自然に溶けるんですけどね、そのままの状態だったら電子レンジでね1分30秒ぐらいやるとこういう感じになるんです。またこれがねビールとかね、レモンサワーとかウイスキーとかに合うんですよ。本日は昨日ね、赤目霧島1本あの小泉さんにいただいたやつ開けちゃいまして、で白霧島もね今日開けれるかな、これで2杯分ぐらいで、よしよし、まだまだ大量にあるんでね。ではいただきます。
あーうまい。食後はちまちゃん、父ちゃんはウイスキーをちびちびやりながら、よいしょ、痛い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 、ゲームをやるからな、うん、さてさて今日はね、よいしょ、ちびちび行こうじゃないですか。つまみは痛い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 、くそ痛い。いやモニタリングって面白いな。